1月の11日木曜日、鏡開きです。正月に年神様に備えた鏡餅を雑煮や汁粉にして食べ、一家の円満を願う行事です。江戸時代、新年の吉日に商家では蔵開きの行事をしていたんですが、武家においての新年の11日、元の20日に行われる行事で、鎧などの具足に備えた具足餅を下げて雑煮などにして食し、20日を、これ、刃の刃、そして塚ですね、この20日を祝うとした行事なんです。刃物で餅を切るのは切腹を連想させるので、手や木槌で割りまして、切るとか割るっていう言葉を避けて、開くっていう言葉をね、使用したんです。また、女性が兄弟に備えた鏡餅を開くことを、初顔を祝うといったね、言葉を使います。鏡はね、円満を、そして開くは末広がりを意味するんですね。この武家社会の風習が一般化したものが現在の鏡開きなんです。江戸城ではね、重箱に詰めた餅とあんが多くにも送られまして、汁粉などにして食べたそうです。また鏡餅を食すことを歯固めとも言います。これはね、硬いものを食べて歯を丈夫にして年神様の長寿を祈るためというね、意味があるんです。そしてね、鏡餅の割れ方で占いをする地域もありましてね、鏡餅の割れが多ければ豊作っていうふうに言われているそうです。これ以外にもね、今日の記念日にね、蔵開きっていうのがありまして、商売をする家では、新年初めて蔵を開いて、商売繁盛を祈る行事をこの日に行います。まあこれはね、鏡開きのように、鏡餅を割って食べるっていう行為をしますね。それ以外にはね、酒だれの日っていうのがありまして、これは、奈良県の長流酒場っていうところですかね。これがね、2009年に制定しております。この日は鏡を開く鏡開きの日であるが、酒だれの蓋を割って開けることも鏡開きということからね、酒だれの日っていうのが制定されたそうです。そして、ね、もう一つね、これは信州人にとってはね、忘れてはならない、日なんですけれども、塩の日です。1569年、永禄11年、武田信玄と交戦中の上杉謙信が、武田方の領民が今川氏によって塩を断たれていることを知り、この日、越後の塩を送ったとされています。この話が敵に塩を送るという言葉の元となりました。